田翔子です。こんにちは、浜田光です。今回はザラ、最近人気のザラのお洋服でルックブックしたいと思います。それではスタート。ということで、最近人気のザラの商品を結構多めに紹介できたらなと思っております。はい、まずこちらはラインストーン付きヘアクリップセットになります。これ結構ネットだと売り切れてて、なんだけどお店に唯一あったので買いました。かわいいよね、これ。ちょっと形がちょっと違ったりするのかな、ね。はい、これはなんか最近こうやってつけてる人多いよね。ね、これだけでもちょっと華やかになっていいよね。かわいい。これは最近一緒に買いに行きました。はい、ジャンパースカート使いやすい。めっちゃジャンパースカートって使いやすいよ ね基本、やっぱり、ワンピでもジャンパースカートだと中変えると印象変わったりするからめっちゃいいよ。コー、ね、の方がネオレザー。そう、レザーちょっと光ってる系のね、ちょっとツヤツヤ。私のがボンドジャンパースカートって言って、なんかちょっとコーデュロイっぽい感じもするの。コーデロじゃない、なんていうの、なんていうんだっけ、なんか冬って感じね。なんで今回結構冬、秋服って感じかな。そうだね。あと靴もこれフラットソックス風ローファーアンクルブーツになります。靴下履いてる風のローファーになりますね。ね、くっついてる。はい、ちょっと履きづらいかもしれない、あのチャックとかないので。あー、そっか。そう、ボタンはまあ、この方が真ん中で、はい、私は横にタイプになっております。はい、あとクロップド丈シャツはこれ結構着回しめちゃくちゃ抜群なので、ね、これ使えそう。いろんなので着てて、あとザラは結構シャツを毎回、白シャツを私は買いがちですね。うん、うちのこのニットはスナイデルのやつでもずっと使ってるかも。これめっちゃ使えるよね。何年も前から使ってるかも。よく使ってるよね、中に。そう、使いやすい。こういうの、こういうのよく買ってない？そのトップスをさ、よく毎シーズン買ってない？買ってるか。うん、よくさ、黒いのとか。そう、黒と白が買いがちだよね。そう、ジャンパースカートでなんかやっぱ、ね、使いやすい。そうだね。そしてこちらがうちの方が、ショコちゃんの、そう、去年の、去年か、そう、セットアップ。去年？今年の春かな。あ、そうなんだ。春でもなんか着ていく時がなかなかなくて、もう今からでも着れるって感じで、セットアップバージョンね、かわいいチェック。なんかこの2人だとちょっとあのなんか AKB みたいな、わかる？衣装っぽいね。ちょっとこれちょっと待って、これちょっと失敗です、私のコーディネート。でもこのパンツ使いやすそう。このパンツはね、メンズ受けにいいの、意外に。これにパーカーとか。確かに。コウさんの方はこれは本当にミニだから、多分この見てる人たちの男の人たちは好きな人多そうだね。あ、これ結構いつも人気なの。そうなんだ。だからこれ浜子が来たらまた違うね、丈感が。確かに。あ、これは私はガラスを割る、なんかね、欅坂のガラスを割りをしてます。ガラスを割れテチをしてます。テチのあの暴れていくやつ。暴れてる。映画を見に行ったので ね最近ちょっと欅っぽいって言いながら、そうそう、この服が、それって何？それガラス割れ？それ違うやつ？それガラス割れ。そうだよね。うん、そう、それみたい、あの倉庫みたいなのが、ね、ちょっとかっこいい感じのね。あみたいな。あの感じがね。そう、黒い。トゥ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 ってやつの。そう、走ってくるやつ。それ意識してる。そう。で、これ交換。これ交換するとリンクコーデ的な感じ、になります。とにかく私のこのあのテカリ2つ黒はセットアップ全然似合ってなかった。変な人みたいな。でもあれ使いやすいね、上も。そう、上も使い、上だけね、ワンピが甘い時とか使いやすいよね。そしてこちら私カラーシャツの方の刺繍の、これもねネットだとなかったんですけど、お店にありました。これめっちゃ可愛いね。だいたい XS サイズとか、あ、あ、これ M にしたんだ。これ襟が全然違ったんで、 S だとさ、ちっちゃかったじゃん。あ、そうだ。で M にしたらめちゃくちゃ襟がいい感じだったから、これはちょっと大きめにしました、わざと。大きい方が可愛いね、なんかね。でこれもベストは S サイズ、で浜子のこのフリル付きニットベストは S サイズかな。 S なんだ。やっぱほんとね、ザラ難しいんだよね。ネットで購入するとたまに XS だとちっちゃーってなる時あるし、ね、
難しいね、海外サイズって難しいよね、うん、でも S これ良かったね、これ、うん、まだちょうど良かった。あとこれ YouTuber の人ほぼほぼみんな買ってるっていう、ね、みんな着てたね、みんなザラ購入品紹介で、ね、ほぼほぼこの緑のは可愛い、なんかみんな買ってるよ ね。パンツはどこの、あパンツはディオリック、あディオリックの今季の、うん、春のやつかな、うん、使えそうだね。そう、そしてまたリンクコーデになるんですけど、あの下のパンツとかスカートはスナイデルのなんですけど、うん、かわいいこれ、ね、私はフリルトリムニットセーターっていうものになります。襟が可愛くて大ぶりのタイプの、ちょっと長、なんか長さも丈感が袖、うん、あ萌え袖的な感じになってる、ボリュームニットちょっとだけなんかミックスニットでちょっとラメ入ってたかな、確かに生地がね、うん、でうちの方はオーバーサイズのコーデュロイシャツ、うん、です。片方をインしてます。これも使えるよね、ね使える、こういうの、ね、インしてもいいし、ね、ちょっと温かめの生地だから、パーカーとか着てもいいし ね、上に、おしゃれに、意外とカジュアルダウン、カジュアルにもどっちにも着れそう、なんか綺麗系にも、ね、あこれバッグ、これバッグや、バッグ、しょこちゃんから誕生日プレゼントでもらったディオールのバッグ、ディオールいい、私たちハイブランドデビューよまあまあハイブランドね、嬉しい。これ最後かな、あほんまだ、早い、もう最後、早いね。これ私はもう最近お気に入りのサイトがまさかの人気になっちゃって、うん、インスタグラムで見つけたビビってお店なんだけど、最近これビ、ほんと雑誌のビビで紹介されちゃって、もうめちゃくちゃ人気になっちゃってね、買えました、売り切れてましたけども、かわいい、かわいいよねこの袖、ね、肩の感じだから、ね、うちはこのワンピースはもうこれ秋に使いまくりのココディールのやつです。これはね男受けもいいしいい感じだよね、このワンピース本当。でもなんか男の人によってはなんかさ、うん、ベストっておばあちゃんに見える、色がそういうくすみ系だからかな、ね、でもなんか無難コーデって感じでいいけどね、うん、かな、最初のデートには一番ブランって感じじゃないかなって思うけど、こういうジャケットにとか、このジャケットもね、しょこちゃんの韓国ファッションのとか、そしてローファーも、私これローファーザラザラの、うん、去年ぐらいの、もう終わりです、終わりです。また今度はユニクロとかを2人で姉妹でやりたいと思っておりますので、はい、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。